现在到了奔驰店这边了。新的车牌号是用杨翔跟海杜的生日做的。嗯，因为我们家之前的那个车小一点，不能再用之前的车牌号了。他们这边还给我们留了个座位，留一个花，还写了你的名字。カルビス、ありがとう。すいません、ありがとう。よけろもいばさん。我看到真的眼睛在放光。ありがとう。はいはい、ありがとう。ありがとうございます。他是白拿什么都好的。ありがとうございます。嗯，よろしくお願いします。わかりました。ありがとうございます。ありがとう。这个说明书啊，好厚啊！工作人员说说，要是真的有什么地方不懂，我们家离得也比较近，然后呢，让我们直接过来问他也可以。现在店里面在给我们填一份资料，就是呢，我在他们店里拍摄的时候呢，发布视频的时候就不用打码了。现在他们在说，保险的事情。ニコニコしてる。こんなに早く来るから、それは嬉しいよ。ほら。車買って来る日なんて、俺どこやった？不動産。あれ？又是什么东西找不到了吗？あれ？真正的马达好，我们家应该是他比我厉害。何？ネックレス？あれ？ドキドキしちゃったよ。本当、これなくしたくないよ。这个是我给他买的最贵的一条项链，前几年。给大家看一下，我当时给他选的。这个，后面买了以后，后面涨价了。ずっと買ってるよ。ずっとしてる。我也是当时一冲动，瞒着他给他买的。誕生日プレゼントだっけ？それもそうだよ。谢谢老板，谢谢老板。綺麗にしてくれてるもん。はいや、綺麗にしてる。车子都弄得很干净。いいね。おめでとう。ありがとう。就是这个标是吧？我都不认识奔驰标。我对车子，在我看车子都差不多的。等一会儿回家给爷爷奶奶他们看一下。これからも頑張ってね。仕事。頑張れよもう。もうだって出張中これしか考えてなかったから。車が来る、車が来るって、それしか考えてなかったよ。子供みたいね。子供みたいだったよ。まあ、ややのおかげでもあるからね、本当に。何のおかげで？働いてもらってるから一緒に。もうあなたのものです、そうなるね。これもいいよな。あの上に荷物、そう、乗せられる。乗せられるの？そうそうそう。あるんだよ、ああいう。大家看到没有？他今天啊，特意穿了一双小白鞋。平时到哪里都是穿那个拖鞋。今天提车他开心，他说他要穿鞋过来。我们现在要把原来车上的东西拿到新车上面去。儿童座椅，这个东西给我吧，小的东西给我。お、可愛いの買う。これ可愛くない。オッケー。あ、ゴミ箱。うん。分かった。あ、バイバイだ。はいはい。加油在这个地方。はい。これはガソリンは前の車より多い使うのは。てか前の車より多いよ。だってあれはハイブリッドだから。これは？これはエンジンだ。電気がない。うん。だけど軽油だから安い。うん。それはいい。
现在工作人员，带着针再开一下，让他熟悉一下一些操作的地方。公公跟婆婆说，他们不敢开这个车，太大了。啊，这个方向盘还可以移动的。这个地方还可以储存。像抽屉一样。全部フルフラットになるらしい。あ、いいね。なんかどっかで旅行しに行って、ホテル、そうホテルいらなくてここで寝れるよって、こう三人四人くらい寝れちゃうねこれ。四人は無理よ。俺前で乗るもん。前で寝れば。前はきつときついね。もうすごい。行了。寝れる。大丈夫、新車。ダメもうマジでもういろいろ使い勝手がよくわからんまだ。我等他开熟面以后呢，我再上去在我家边上开一下看看。本当にこの車とバイバイだね。車とバイバイだね。サービス担当させていただいてます石井と申します。何か故障とかお困りのことありましたら私の方にもお電話いただければ。あ、わかりました。していただきますので。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。緊張しないでね。緊張してるよ。これでいいんだ。難しい。ゆっくりから大丈夫ね。ゆっくり行けばね。うん。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。他在前面帮我们拦车。あ、すみませんね。ありがとうございました。いやシャンロラあシャンロラ。すごいねこれ。ああ気持ちいいね。ちょっと待って。ちょっと待ってどれだこれ。やっぱりドキドキしてるよ。待ってね。汗が熱くてこれ分けられるから。エアコン。前と後ろね。いや横とここどこで。あじゃあこれ。うん。24でいい。駐車場狭いね。駐車場ここを入れてみようかじゃあ。うん。我们到超市来买点东西，顺便练习一下手感，看好不好进来。还可以啊。大丈夫。大丈夫よ。さあ買い物行く？うん。